兄弟たちよ、新しい種を向かっています。私たちがみんなね、この新しい一週間、新しい、それぞれの人生の部分に入るためには、教会は今日、ヨナ、ね、の人物を紹介してくれます。あるいは私たちの目の前に置きます。ヨナは印です。彼の人生、彼の一生涯そのものは唯一な印です。信じるためには、つまり神が私とあなたを愛しているということを信じて、いろんな出来事に入るためには、私たちにただ一つの印しか与えられない。ヨナの印。ヨナは、死んで復活したんです。イエス・クリストの予言でした。だから、私たちには、ただ一つの大事な、重大な、印が与えられます。キリストがどれほどあなたのために、あなたを愛しているか。その印。私たちは、なんか、ちっぽけな印を探しています。信じるためには、私たちはわがままのようなものとして、神を責めています。神が私にそれをくれないと、それをしないと、その私が望んでいることを、ね、してくれないと、私は決して信じません。つまり、信じないことは大切なことですよ。どうして信じないと、他の神々を拝んでしまう。だから、セックスのところに行ってしまう。苦しまないように酒飲む。苦しまないように逃げ道を探してしまう。今週、具体的にそういう、ひどい状態に入ってしまいます。私たちのために与えられているその歴史構想は、唯一な印です。すごいでしょ？面白いでしょ？けどそれです。私が、いつも、こういうことを、考えて喜ぶんです。どうして？すべての宗教はほとんどの逃げ道です。苦しまないように慰められるように、もちろん慰められることは悪くはない。けど、兄弟たちよ、この慰め、このなんか、麻酔みたいな感じ、ね、麻酔のような宗教はいりません。いりません、兄弟たちよ。キリストは違う。キリストがあなたのために命をかけました。私のために命をかけました。あなたの子供のために命をかけました。あなたの両親のために命をかけました。で、このキリストが命をかけたので、すべてのあなたの人生、すべて彼と関係のあるものとなっています。すべて。あなたの仕事、あなたの問題、歯の痛み、すべてクリストが関わっています。すべてにはクリストが関わっています。クリストがすべてにおいています。います。私ね、一つの素晴らしい人物を、考えています。思い拝んだ。ヨセフ。ヤコブの子、ヨセフ。ヨセフは偉いでした。読んでください。今日、10分、20分ぐらい取って、時間を取って、座って、ゆっくり、ヨセフ、ヤコブのヨセフ、創世記に書いてあります。その一生涯をゆっくり読んでください。その態度は、唯一な印であるクリスト。十字架に貼り付けられて復活したクリストを、信じる者の生き方です。ヨセフ。
ヨセフも自分の身に、自分の人生にはこのクリストの死と復活の神秘を経験しました。なので、その別、すべての宗教と違っているのは何ですか？その私たちの救いのための印、あるいはもっとも、私たちを救う印が私たちの人生にあります。もっとふさわしいに言えば、私たちを救う印は、道具は、私たちの人生、そのまま。ヨセフはいつも全ての裏には神がいらっしゃる。神が導いています。神様は私たちの、人生を、指導してくれます。ヨセフは一つのことを疑わなかった。自分が選ばれたものである。うるさいほどぐらいね、兄弟にものすごくうるさかったね。なぜかというと、やっぱり彼がもう神に性別されたものであるということをもう確信しました。だから自分が選ばれたものであるということで全て怒られた。自分が神に選ばれたもの、特別な使命を果たすためのね、これ夢の中に見た。はっきりわからなかった、はっきりもう完全にわからなかったけど、なんとかその確信を持っていました。だから彼の人生の流れは全てこの超試験とつながっているものでした。あなたも私もこの超試験を無償でもらいました。呼びかけられているから。だから今週ヨセフと同じような、心精神を持って生きるように招かれています。十字架にしっかり結び、未信者クリストを知らない人々にイエス・クリストが私たちのうちに生きているから、復活されているから、みんなにその知恵、サロモンの知恵、あるいはサロモンにずっと、よりも優れた知恵であるクリスト、あなたの人生に現れるこの優れた知恵、この識別は未信者のためです。この知恵はヨゼフがファラオの前に掲示した知恵です。その知恵はどこから生まれたか。死の中に生まれました。死の中に生まれました。牢屋に入れられた時には彼が夢を見ました。わかる？苦しみの中、墓の中と言いましょうか、暗闇の中、この暗闇、この苦労は、この苦しみは、十字架は知恵の体内です。工場と言いましょうか。その苦しみの中にこの素晴らしい十字架の知恵は育てられています。そして未信者ファラオン、などサバの、お嬢とか、それを見て改心することができます。天国に入ります。ニニベの人々は彼らと同じようなもの、弱くて本当に同じ頭固いのようなは、真実を語ったということを疑わなかった。ようなは自分たち、ニニベの人たちと同じような経験をしましたから、同じ罪、同じなんかね、同じ背いた心を持って死んで、魚の中に死んで復活させた。だから死から帰った者として同じ経験を持っていた。
同じ技術を持っていたヨナはそのニニベの人々のために印となることができました。あなたもそうです。奥さん、主人、友達、仲間、敵さえもあなたを待っています。この識別、私は今日この日に入ると誰かが私を待っています。あなたを待っています。あなたの傷を見たい。ヨセフはただ一つの出来事さえも変えようとしなかった。しかし神の知恵があったので、その超資源とともに、その神の子らの知恵を持っていた、もらったので、全ての出来事は神の計画のために役に立つものとして見た。役に立つ。全て、苦しみも悩みも、兄弟に裏切られたとことも、悪いことも善に変えられるように、多くの人のために、命を与えるために、全てが起こられた。この印、十字架の印は私たちの眼鏡、信仰の眼鏡です。私たちの信仰の、識別の源です。だから、教会とともに共同体、つまりそのクリストの体とともに十字架に貼り付けられましょう。十字架に貼り付けられたら、つまりその今日私たちに与えられている歴史は私たちの救いの場となり、多くの人々のために印となります。その識別は教会だけにおいて、教会とともに歩むだけによってもらえます。必要ですか？いるんですか？もちろんです。選ばれたから、多くの人々があなたこの知恵を待っています。他の心配なし。その問題が解決するか、その病気か、そのお金か、もうどうでもいい、あるいはどうでもいいではなく、全ては素晴らしい。全ては私たちとつながっている人々を救いまで導いてくれます。素晴らしいじゃないですか。ヨセフと同じ精神を持つように願いましょう。良い日、良い週を過ごしてください。